またですね、今日もサバイバルから始めていきましょう。探検です。サバイバルジャングルを皆さんお振りくださいませ。ここはマイナス1するんですか？違う、いや、ここは全然全然、あ、そうか、振っていただいて、はい、レギュラー成功、はい、お願い。いや、イクストリーム、偉い。お、99、危ない。はい、では、皆様、本日はですね、アレックスマイナス1、パティさんがプラス2のダイス、アモー君とスイセイラさんがマイナス1ずつのダイスという形で、進むかとどまるか。ノープログラム、行きましょう。いいんじゃないですかね。行きましょう。私は今日は調子がいい気がするな。行きましょう。はい、なるほど。ガンガンイケイケし探検隊ということで、では本日のアクシデントカードを誰かお引きになってください。サブリーダーお願いします。サブリーダー、この考え事してる子がサブリーダーで、ね、サブリーダーお願いします。はい、いや、わかりました。じゃあ、じゃあどこか引いていただいて、この空間、フェルドランス君の隣にある謎の空間にこうペット貼っていただければと思います。はいはい、では全体公開しましょう。はいはい、悪夢、夢を見た一人の男がうごめく粘液に近づいていく。粘液のそばには石板が打ち捨てられていた。彼はそれを手に入れようとする。石板を手に取った瞬間、彼は悲鳴を上げ、脳が破裂してしまった。正気ドロールです。全員正気ドロールです。これってプラス、あ、補正があります。ああ、じゃあ補正してからですね、そうですね。もう一回振った方がいいですか？もう一回振りましょう。わかりました。マイナス2ですかね。あ、マイナス2ですか。え、 2ですか。そうですね、失敗はマイナス2ですね。イクストリームのパティさんはプラス2で、あ、プラス、あ、プラス2か、ごめんなさい。ああ、はい、失敗した。プラス2、プラス2、あ、プラス2でも失敗しちゃった。では、失敗、皆さん失敗ですね。失敗は 1D6 の3値を失ってください。やだよ。スイセイラさん、あなた、はい、あなた、やっちゃいました。やっちゃいましたね。やっちゃいましたね。はい、では、あれなんですよ、狂気表をですね、ココフォリア上で簡単に出すコマンドがありまして、あー、はい、BMS がサマリーなんだよな。BMR と打ち込んでください。はい、4ラウンド、狂気の発作は、10番マニアですかね。マニアコマンドをロールするか、キーパーが一つ選ぶなので、まあマニアコマンドロールしましょうか、面白いから。多分 MA って打てば出るかな。93、タナトスマニア、誰かが死を招く魔術によって呪われているという信念を持ちました。持ちました。4ラウンドですね。これは具体的にどうすればいいんですか？具体的にはまあなんて言うんですかね、なんとなくこうそれについてめちゃくちゃ話したくなったりとか、誰かが死ぬっていうことに関して話すですか？それに執着する感じなので、それがそれがマニアになるので、それに執着してこう、まあ誰かが死ぬということについて話すでもいいですし、おそらくその、呪われているっていうこと自体を恐怖し始めてもいいですし、まあ、恐怖症じゃないんで、恐怖というかは呪われてるのがおもろいみたいな感じですね、どっちかというと。いや、人の死の方かなと。まあじゃあ死を招く魔術おもろいやんみたいな感じにいきなりなってますね。で、まあ活動が全体的に増加したり、おしゃべりとか妄想を始めたりとか、まあなんかフラフラとしてやばいやつを想像していただければ幻覚妄想ですね。はい、4ラウンドなので、今この瞬間からパパパッと短期間で起きると思ってください。はい、じゃあ悪夢のような光景を目にしたあなたたちは、まあ、どういうリアクションを取りますかね。まず、はあ、いきなり出たわけですか、はあ、これが、はあ、はあ、はあ、夢のは、私も
気持ちの悪い夢を見たな。私も夢を見ました。皆さんどんな夢を？なんだか脳みそが爆発する夢だな。私も。いやちょっと待ってください。です。ちょっと待ってください。なんだ。私も一緒なんです。なあ、集団幻覚か何かか。いや僕なんですけど、その弟が死んじゃう夢を見たんですよ。おお、君だけ違う夢を見たのか。いや僕の弟実は家系的に体が弱くて、それで今もうずっと寝たきりなんですけど、いや原因が分かんないから医者も覚悟してほしいってことで、ちょっと僕もどうしたらいいか分からなくて、ナノスカっていう花探してるんですけど、どうしたらいいですかね。いや面白いですよね、早く死んじゃうかもしれないんですよ、助けてほしいんですけど、どうすればいいですかね。喋るいやー本当、いやーなんで死んじゃうのかな、僕が代わりになれたらよかったんだけど、いやーなんでかな、僕の弟だけがちょっと体弱くて、いやどうしたらいいかわからないんですよね。あー熱くやられているようだな。とりあえず次のキャンプに早く行こうか。いやそうですね、落ち着きたい、落ち着いた方がいいな、解放してやれ誰か。ちょっと待ってください。なんだい、何か夢の中の石板って見覚えはないですか。夢の中、私には見覚えはないかな。今誰かが持ってる石板の欠片とか類似性とかは発見できないですか。まあキーパー的に言うと特には。じゃあはい、スルーしましょう。はい、じゃあとりあえず落ち着かせるためにね、キャンプに行ったというところで開けた場所です。台地や席のような場所があります。またそこにはそこかしこの木に不思議な模様が刻み込まれているのに気がつくでしょう。これはごぼう製のようです。というところで、まあもう狂気解けて良いです。移動してきてね、落ち着いたというところで調査ロールを始めましょう。調査ロール、考古学ですね、はい、そうです。ここはボーナスダイスもペナルティもなくていいです。はい、おー、イクスリム、えらいハード、えらい、あ、すげー、イクスリム、えらい。めっちゃすごい、すげー、すげー、すげー。じゃあ、オカルト、イクストリーム、博物学、イクストリーム、考古学をハードですかね。はい、ではそれぞれ、調べたというか見たことを確認していただいて、まあ、伝え方とかはお任せしますが、まあ、全体公開させていただいても構わないですし、まあ、あなたたちがね調べたことなので伝え方はお任せします。私は後悔します。はい、そのなんかイントネーションがなんか違う気がして、まあこの土器はかなり古い、はい、数百年前の土器で、いわゆるコロンブスが新大陸を発見する以前のものではないかと思われます。そんなに古いのか。1492年、それより以前です。なかなかだな。最近の書き置きがあったりとか、かなり時代が古くからも最近のもあるようですね。そうだな、人の手がそれだけ入っていないということだろう。で、他に何か分かった人はいるか。はい、私も全体公開します。はい、はい、なんだかこのごぼう星見覚えがあるんですよね。確か誤信とかっていった意味があるような。誤信、そうですね、まあ魔術的なものだと思うんですけれども、まあ昔の話なんですけど、ある魔術師が化け物に対してこのごぼう星を掲げるみたいなことがあったような。まあでもこのごぼう星があってなのか、いくつもの化け物をかいくぐれたっていうような現象なのかな。なるほど、なかなか興味深いな。それだったとしたら、このごぼう星があるところはまあ安全というふうに考えた方がいいのか。うん、これって手に取って持ってけそうなこととかではないですか。そうですね、刻み込まれているって感じなので、木にですね、木に刻み込まれているので。あ、じゃあ全然ダメな、はい、そういえば紙とペンをお持ちでしたよね。ええ、どうでしょう、紙にそのドーマンセーマンとやらを書いて。ドーマンセーマンなんて単語は出てきたか、さっき。あー、ドーマンセーマン、あ、ごめんなさい、ごぼう星のことを。あー、それはジャパニーズ、ジャパニーズドーマン、ジャパニーズか、なるほど、ジャパニーズごぼう星なんだな。ドーマンセーマン、セーマンというのな。
やってみようか。やってみます。まあまあ普通にペンと紙があるので書けまあ魔術師が化け物に対してっていう魔術師の自覚はないが、やってみよう。一応お守りぐらいにはなりはしないかな。折り鶴とごぼうせい。いやごめんなさい、またお守りを作ったのか。いやいや、折り紙は作れないことが判明しましたんで。これで2つ目のお守りということか。病は気からと言いますし。そうか、まあとりあえず持っておこうか。先生らさんは何か分かりましたか。あのさっきのご法制の話なんですけど、まあ、全部外側を向いて書かれてるんで、外敵から身を守るように書かれたんじゃないかなと思っています。なるほど、なるほど。外敵、やはり敵に対して掲げれば守ってくれるようなことなのかな。まあそうだとは思います。なるほどな。いや、かなり、まあ何についてかわからんが収穫はあったんじゃないか。そうですね、まあ化け物がいるっていうことも同時に分かっちゃいましたかね。そうだな、可能性が高いな。なかなかこの後のジャングルに進むことがちょっとそら恐ろしいところはあるが、まあしかし前に進むしかないよな。もちろんですね、餌を探したいからな。あ、まあとりあえずはまず今日は夜だ、休もう。そうですね、ということで、寝る前にやっておきたいこと何かありますか。今日もボトルチャレンジしておきますか。ボトルチャレンジしようかな。今日はごぼうせいを書いて流そうかな。なるほど。おお。綺麗に書いて流すことができました。誰に届くのか分かりませんか。誰に届くんだろうな、そのごぼうせいっていう感じではございますが、綺麗にね、書いたごぼうせいが綺麗に流れてきましたね。届け、誰かのところに届いたことでしょう。他なんかやっておきたいことある人いますか。特には。そうですかね、まあ水星楽くんは即寝ですかね。いや、誰が一番近くにいるかな。まあどうしますか、誰が一番近くにいるんだろう。まあでも距離感的にはやっぱ Q さんとか私ですか、ライズあたりが近くじゃないですかね。まあじゃあ近くにいる人にとりあえず話しかけ、なんだって。じゃあ Q さんがいいんじゃないかな。なんだって。あ、 Q さん、おい、ちょっといいですか。どうぞ。いや、そういえばさっき言い忘れてたんですけど、はい、あのシャーマンがヤナワスカを使って呪術を行うらしいですよ。ヤナワスカ、それについて私は何か知識ありますか。ないじゃないですかね。え、ヤナワスカって何。いや、なんかの木ですね。木、さっきの五芒星が書かれていたのが。ああそうか、マークと素材が必要なんですか。もし素材が関わっているのならば、いや、アヤワスカの木に五芒星は書かないと意味がないかなと。なるほど。で、持っていけるようなものじゃないですよ。ちょっと切れなそうですね。それは分かっていいです。切るような道具も持ってないでしょうしね。そうですね、それはもう分かっていいです、はい、うん。そうなると、その木って、識別できそうです、他の木と違うっていう。識別、まあまあできるっちゃできるんじゃないですか。となると明日落ちた木でも、もしくは折れた木でも探してみますか。少し、まあもし五芒星が書けるようななんかあれば身に持っといて損はないかなって思いますね。はいはい、っていうのが伝えたかっただけなんで。まあ夜ですんで、今探しに行くわけにはいかないですんで、明日の早朝にでも手頃な木がないか探してみたいっす、ね。はい、そうですね。この話は他の2人には。はい、いや、今は Q さんが近くにいたので Q さんにしか話してないです。とりあえずちょっと大きめの声でそのなんたかわすかの木について話をしてみます。ゾロゾロパーティーは来ますね。なんだ。いやー、さっき紙にごぼうせ書きましたわね。おお、これですか。どうもマークだけじゃなくてそのものについても若干効果が違う
らしくて。なるほど、この紙とペンでは意味がないと。可能性が高いです。なんか話によるとマークのついてた木は同一の木らしいですね。同一の木、あの木が関係していると。はい、なるほど。その可能性がありそうかなという話をしてたところだったんですよ。あの木に掘り込んだら、ただお守りになる、うん、その木自体は持っていけないんで、まあ落ちた木とか折れた木とか若干食料も減って軽くなっていますので持っていけるものがあればと、そのような話を若干しておりまして、うんうん、確かにそうですね。ちなみにキーパー、サバイバルナイフ的なものは持ってっても大丈夫ですか？今サバイバルナイフ的なもの、まあまあ持ってていいと思いますよ。だからその枝どっか切り落とせそうか、明日試してみますか？いや、それなりの大きさが必要ですので、枝という太さではちょっと無理かなという話をしてまして。じゃあ辺りを探してみますか。少し、ただまあその生きながら落ち木を探すというのも一つの手かとは思うんです、うん、そうですね。大量に生えてるようなものかどうかも分かりませんが。あ、そうか、それがあるのか。そうですね、一本それが生えているということが分かれば一旦この辺りを探すのが、まあ、安心といえば安心なのかなとは思います。なるほどですね。まあとりあえず今日は寝ますか。そうですね。いやー、でも水星らさんが情報を共有してくださるなんてキラキラまあ一応言っといた方がいいかなと。ありがとうございます。あざす。あと持っておくなら五芒星を描いたその木をその外側に向けないと意味がないかと。化け物に対して向けるというよりはその後ろ背後に回り込むみたいなイメージなんですかね。いえ、まあ仮にまあ僕たちが円状になって歩いてると仮定するなら、一番右にいる人は右にその五芒星を向け持っていれば外に必然的に向いてるってことになるんで、うん、そうしないと外敵からは守れないかと。なるほど。なるほど。ってことでは情報をこれ全体公開にします。あ、あシャーマン、はい、シャーマン、はい、ヌナワスカ。ヌナワスカってそういえば水星らさん探している植物って最初に言ってましたよね。あ、そうですね。な謎だ。ちょっと頭が煮えてきたぞまあといった情報共有したところで今日は寝ましょうかね。おやすみなし、はい、高評価チャンネル登録よろしくね。